イナルステージはもう突破が多分ないでしょうから日本シリーズに備えるということになってくると思いますけど、ね、あの頼もしい一軍だと思いますね。そして今シーズンの象徴とも言えるここ数年の象徴とも言えるかもしれません、名村さん、逆転のカープ今日の試合も見られました。そうですね、この攻撃っていうのはあの勢いもねこの球場ですし、ジャイアンツも相当プレッシャーあったと思いますね、はい、それをまたそういう風にやってのけるのがね選手が素晴らしいですよね。1点を先制したのはジャイアンツでした。しかし代打ライのタイムリーヒットで同点、さらには菊池のスリーランホームランで勝ち越し、そして最後は中崎がランナーを背負いながらも締めて4対1で勝利を収めたか。池谷さん、これで日本シリーズに向けて王手ということになりましたね。そうですね。